あ、めっちゃなんか暮らしてる感が出ましたね。一気になんか家庭っぽくなった。一人一つだけ物持って、はい、何日まで生きれるんだいっていう恐ろしい企画です。はい、ナイフ、これは必要。初心者セット、あ、竿とリールと仕掛け、はい、水しゃーん。けどね、これ水、はい、これだけなんですよ。はい、こちら仕掛けてきます。はい、これね、ウツボの骨と内臓、はい、完成。じゃあこれ仕掛けていこうかな。はい、はい、何か取れるといいなね、取りたいね。どこに仕掛けますか。なんかもうここら辺からいい感じ、魚がいそうなポイントがいっぱいある。うわ、また入らんといけない。冷たいよ。冷たい。私はこう、岩と岩との間って激圧どんどんあった、うん、こういうところに流されないように、流されないように。これ流されたらもう本当に大変なことになった、大変なことになるんで。なおかつちょっとカモフラージュ、ああ、なるほどね。カモフラージュで隠しとくか。違和感ない、うん、魚はね、こういうあの間に入りたがるんで、小魚は特に。だからここにこう入ってくると思います。こう入った時に餌があってさらに入ると。そう、なるほど。これでかいとね、でっかい魚も来ると思うんですよね。確かに。おお、いいこれです。これいいぞ。これしちゃん、あ、いいね。いいっすね。で、ほらここに仕掛けます。はい、もう一箇所ね。はい、よっしゃ、じゃあ明日の朝開始ですね。そうですね。はい、1時間の塩漬けね。はい、これを取り出しましょうね。これをどうするんですか。これをね、はい、ちょっと水気を切ります。はい、切ってこれを干します。いいですね、この島にたった1枚のタオルですね。1枚しかないタオル、ちゃんとまともに使えるタオルですね。まともに使うのを魚を拭くのに使うっていう、うん、これいいな。面白いな、これ日干し。なんかシュールっすね。落ちないかな、大丈夫だな。うん、なんか洗濯の間に、うん、うつぼがあるってのなんかシュールでいけるんだけど、普通に考えたら匂いするだろバカ野郎って、うん、家でやったら怒られるだろうな。で、これは朝までか。はい、干して、朝まで干します。はい、重い。ちょっとね、朝から動いてたんで眠くなってます。はい、で、今日いじゃりしようかなと。はい、イジャリとは夜の潮干狩りのことをイジャリって言うんですけど、はい、ちょっとまだ水深が深いんで、はい、まあ、完全に土管長になるまでちょっと仮眠というか、はい、まあ、3時間ほど寝ようかなと思ってます。うん、ということで、ちょっと少し休みましょうか。休みましょうか、はい、ということで、ちょっと早めにおやすみなさい。おやすみなさい。一旦休憩です。休憩です。で、まだ夜活動します。はい、はい、おやすみなさい。おやすみなさい。あー、焚き火あったけ。ここ。来ました。はい、はい、暗くなりました ね。結構ね、ちょっと遅いんですけど、はい、もう干潮なんですよ。うん、で、イザリ行くとどこが拠点かわからなくなっちゃうんですよ。はい、そうですね。なので、ちょっと火を強めに、うん、多めにちょっと、そうですね、ちょっと燃えないぐらいの場所に移動させて、火を燃やしていこうかな。はい、オッケー、じゃあ、向かおうか。はい、潮が上がる前にね。そうですね、はい、多分2時間しかできないはず。少ししかできないと思う。よっしゃ、行こうと。はい、行きましょう。ここで超絶秘宝っすね。はい、ナイフないっす。ナイフなんか、ナイフはってなって、ハローがこっちにあるよって言ったわけよ。この釣り具、釣り具の仕掛けの上にあるよって言って、あったんすよ、さっきまで。で、俺が手に取って、手に取って、はい、手に取って、こうやって遊んですね、バイオハザードみたいですね。バイオハザードみたいだなって、ま、遊んでて、そっから記憶がないんすよ。記憶がない。そっからなくなってるんですよ、マジで。投げたとかじゃない。投げてない、投げてない。投げナイフとか一応あるからな。ああ、面白い。バイオでなくなるって笑う。やば。
さあ、いざりの時間まであと1時間50分はい、なくなるってあるナイフ。あ、その後何やったか覚えてる？何して遊んだか。遊んではいない。子供、何した？遊んではいないっす。やべえ、無能。バイオハザードゲーム、僕はやらん、こうも。無能感出てるな。どこなんだろう、マジで。明日探す？どうする？明日探すか。もう明るくなってから。ちょっと暗がいいから。うん。視聴者に怒られる。もうそれはいつも思ってたから大丈夫じゃん。俺知らん。いつもより多めにお願いします。いやー、ごめんなさい、マジで。はい。朗報っす。朗報。すいません。ナイフ見つかりました。ナイフ見つかりました。ハロキ、どこに落ちたんですか？こっちはトルですね。この岩に立てかけてた。この石のところに。実は挟まって見えなかったっすね。すいませんでした。いや、ということで無事見つかってよかったですね。早速行きましょう。はい、行きましょう。時間がないよこれ。はい、はい、こちらからイザリス開始ですね。あ、なんかぬるい。あ、ぬるい、なんか。なんでぬるいの？ぬるいね。あ、浅くなってるからあったか成分だけ残ったのかな。あ、なんかいる。寝てる。寝てる？こっち寝てるさ、見て。あ、こいつか。止まってる、止まってる。こいつ寝てる、完全に。なんかミン玉みたいになってる。これ爆睡してる。あ、そっち行く。さあ、ボックスで。あ、いや入ってない、まだむずい。あー、むずい。アミクか。ヒロを向けたアミか。うん、あ、ちょっと見てみよう。はい、ちょっとアミ持ってくるまでにカロッケが素手で取ろうのところですね。取りやすそうなのがいるんで。逃げ道なし。来た、ゲット。来た。さあ、これは何なの？ミンタマみたいじゃん。レントゲンみたいな魚だな。レントゲンみたい。ミンタマみたいだね。で、これゲットだね。おっしゃー。胸ポケットとかに入れるか、逃げないように。うん、持っとくか。飲めた。はい、336も。で、ゲット。え、ちょっと早めそうだから。ここにもいっぱいいるよ。ちょっと、すくっていい？死にいっぱいいる。これ3匹、4匹ぐらいいる。しかも寝てるから。でっかいのがいる。金魚すくい。あ、逃げた。いや、また次のターンがある。いけ。しゃーたー。これ便利だなっていうか。謎の入れ物。はい。謎の入れ物便利だ。謎の。しかもちょっと壊れ気味。壊れ気味だな。まずここで生活してたいと痛いね。まず取ろうだけ取ろうぜ。全部食べよう。お腹すいた。うん。絶対朝。お腹すくし。気持ちするはずよ。うん。あ、完全にいびきかいてる。いびきかいてる。ちょっと寝相悪いな、こっち。寝言まで言ってるや。もう食べられないっていう寝顔、ね、あ、食べれるな。寝言まで言ってるな。あー、追い込みする。追い込みしたら、うん、今チャンスだ、こいつ、うん、チャンスだ。食べろ。やばい、もどかしい感じ。もどかしい感じ。あ、じゃあいやいやいや、来ちゃう。もしかしたって言う。多分いい、酸素が止まる。こいつ、わかった。こいつ、わかった。隣でコン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 音を出せばいいんだよ。いけるか。あ、ちょっと。よっしゃ、四個引き目。よっしゃ。真っ黒も抜け。後ろから。うわぁ、さぁ。いいね、ひっちゃん。連続ゲット。海んちょなるね。海んちょなるよ。漁協会も。取りに行こうかな。水揚げ量5匹。そんな簡単に取れるはずないだろ。授業券むずいよな。うん。デニポ用にお願いしようかな、土下座して。デニポ用。いやデニさんはデニポ用じゃないからね。忙しいですからね、彼も。彼っていうか、あの人も。あ、なんか、どんどん近い存在になってるんですよ。彼、うん、こっちいっぱいある。待って、こっちもいっぱいある。やばい。やば。ほら。あ、やばい。方向。大量獲得機。大量獲得だろ、これ。結構いますね。いけるか。お、いた。さあ、さすが。いいサイズ。今、いいとこ行ったな。はい、もうこれ、いけるんじゃん。いった。うわ、しちゃった。よっしゃ、いいね。いったね。最高だね。結構取れてきた。こんな感じ。結構取れてきた。これでも絶対残ってならないんだね。ならないね。
あ、いるね、なんかこれ見て、あ、ミノカサゴの赤ちゃん、かわいい、綺麗。撮ってみるか、一回ミノカサゴの赤ちゃん見せるか、ちょっと、うん、刺さらないように気をつけて。あ、そっか、毒があるからな。え、怖い、これ溶けたらけやし。やめとく、一応見えてるぜ、映像ではバッチリ押さえる。浅いところに寄せよな。見たいんだ。見えてる、綺麗。綺麗だよ。怖い、ごめんなさい。そう怖い、大丈夫。あ、そこ見とった。ひっちゃんに向かって言ってた。怖いね、うん、刺されたら無理はやめとこう。無理やめよう、これ刺されたら終わりだって、うん、あの、花椒さん、うん、いいそう、うん、刺されたら終わり。これね、綺麗だったね、バイバイ。これどこに刺される率高いからよ、打率高いからよ。身のカサゴのとこはね、本当にああいうこと比べ物にならないからね。痛いらしいからね、赤ちゃんでも痛いだろうな。勝った。勝ちました。これは勝ちだろ、頭突っ込め。あ、いった。はい、あああ、今手前で逃げたな。U ターンした。手前で U ターンしちゃった。知恵のもの。ここだったな。うん、悔しい。あ、見てる見てる。あ、後ろ、あ、逃げた。隠れた。あ、なんか変なのがいる。なんか紐みたいなのがいる。なにこれ。なんか脱の赤ちゃんみたいなのが。あ、すごい。これ幼児王やね。なんか幼児王みたい。あ、ほんとだ。タツノトシの友達みたいな。あ、行けた。ポロンポロン。お分かりいただけただろうか。こっちにいる、こっちにいる。じゃ、これはね、あいつは逃がすか。かわいそうだし、なんか、あ、いた。爪楊枝として使えそうだけど、逃がすか。狭いわ。だから楊枝王なのかな。狭いわ、施設で使えるわ。笑うだろう。こっちにも楊枝王いるさ。こっちにも。お、行けた。行った、ほら。お、行ったんだ。これ、新種じゃん、新種、新種。新種、行け。しゃー。すごい、すごい、すごい。新種です。色が綺麗。これなんか、これ違うやつじゃん。こっちが魚。しゃあ、なんていう魚かな。なんだろうね。あとで調べよう。ちゃんとね、食べれるかどうかな、調べてから食べないとね。うん。あ、くそ、セーターがいた。セーターがいた。あ、いや、セーターを食いてー。これ、ササキョウやん。エビ食いてー。ガリ、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 ガリ。低いね。なんだこりゃ。なになになに、なんか長いのいるよ。これ長いのいるぜ、白いの。は、なにある、これ、なに、これ、うわ、しかも動かない。海蛇の白バージョン上げてみるか。うん、失礼します。なんだこれ、ナマコ。本当にナマコじゃないかな。え、ロープみたい。なにこれ、エックスファイル。これは怖っ。プニプニしてる。蛇の抜け殻みたいだね、これね。イソギンチャクみたい、なんか。すげえ。怖っ。蛇と思ったぜ。抜け殻みたい、なんか。ね。気持ち悪い。あ、あいつエソじゃね？エソ？あれ。エソだ。エソがいる。あ、チャンス、チャンス。見て、ここ。見える、見える。見えるかな。エソはね、寝るんですよね。ちょっと波紋立ってから、ちょっとブニョブニョして見えんけど、エソがいる。挟まった。挟まってる。おお、やったー、エソゲット。ゲット、そうですね。しゃあ、無理エソ。やったぜ。やったね。みんなもの3倍サイズ。よかった。でかこれ、なにこれ、これ死ぬでかい。死ぬでかい。何やねん。生子でしょ。あの、冬瓜が落ちてると思ってや。冬瓜とか、あのヘチマかなと思ってや。ヘチマが落ちてるよ。やば。やばい、この中途無限になっちゃいそう。やばい、あの、まん、なんちゃら。忘れそう、時間。うん。戻ろっか。そうですね。まずはね、1回目のイザリだから。はい。ポイントだけ覚えて。はい、結構取れたのかな、はい、まあ、小さい魚多いですね。10匹、10匹ぐらい。10匹ぐらいだね。ということで、これを明日朝食べようと思います。はい、はい、いや寒いです。めっちゃ寒いですね。ちょっともう一回焚き火集めてから、はい、温めて寝ます。はい、ということで、今日はおやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。無人島3日目ですね。はい、いやちょっとね、うん、朝起きたんすよね。夜中が、夜中の5時ぐらいに起きて、うん、見たら見てください、これ
寒すぎて起きたら、はい、冷えてましたね。火がついに消えましたね。でまた火起こしし直さないといけないですね、うん、お見て乾いてる。ホッケ乾燥してる。おすげえ、いい感じ。すげえ、すげえ食えそうじゃん。もうこっちの下もう完全にほぼ暇の、ほぼ暇のこっちら辺もう皮もパリパリになってる。だこっちの頭見て、うん、頭まだプニプニしてる。ほら、うん、他まだ水分出るはず。ここは水分まだ出るね。あ、いやな、すごい。なんかこれ絶対落ちますよ、それ。落ちるね。落ちますよ。よっしゃ、もうちょい、なんか日持ちしそうだね、これね、うん、これをいつでも食べれる状態になってね、うんうん、まあ、仕掛けの方は仕掛けの、そうですね。朝ごはんも、ね、昨日も魚、小魚取って、うん、それプラス仕掛けたやつね、入ってたら、そうですね、うん、はい、ちょっとお腹のマシになるんじゃないですかね。はい、確かにね。よっしゃ、ちょっとじゃあ、早速見に行きますか。はい、はい、よっしゃ、よっしゃ、取れてますように。行きますか。はい、あー、この辺だよ、この辺。あー、ポイントポイント。あった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  あ, 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 あ、俺止まったあった。じゃあ、ハロキのもう見えてるから、ハロキやったら朝ごはんになるか。頼むよ。こちら、ハロキの石から外されてるさ。外した？流されんかったな。あ、ほんとだ。いや、流されてるな、これ。外してない。取るぞ。流れやばいんだろうな。うん、どうですか、見せてもらっていいですか。どうですか、いるか。シーン、いない。何もいねえ。プランクトンすらいない。マジか。おお、ショック。あ、こ、あ、あれ、あれないよ。あ、これやね、これこれやね。うん、なんかあったっけ。俺の、こっちの辺に落ちてる。俺こっちの辺に落ちてる。こっち石いっぱい落ちたな。はやったな。流されてん。あ、流されてる。こっちだったな。流されてる。うそーん。え、ちょっとで探すか、周り。そうだね。俺の銃、でっかい石に見えてるかな。さあ、どうなんだ。上のあれがない。え、餌がない。餌なし。取られた。物がないな。餌なし。そして上の蓋もなし。蓋終了。全流され、取られたのか。周り探していくわ。ああ、うわ、ショックだ。マジか。やば、3人の仕掛けダメだったな。うん、仕掛けダメだったね。はい、はい、じゃあ前回同様、火起こししていきます。はい、辛いっすね。そうだね、火起こしが一番このサバイバルで難しいっすからね。うん、お願いします、ハロッケ。きついね。やば。キツってのと、うん、ちょっと空腹が来てふわーんってなる。お腹すいたな。うん、なんか力が入りにくいよね、なんか、うん、なんか息切れが早くなってる。うん、なんか集中力が続かない。こうこうやってても、うん、なんか、うん、ちょっと気抜いた瞬間もうクンクンなってしまう。うんうんうん、こう釣れるよね。うん、やばっ。もう少し頑張って、ダメだったら調理なしでいく。何か食べるか。うん、うん、結構火がないって結構きついな。うん、あ、煙出てる。ほら、煙出てるか。マジ落ちてない。さっき折れた。折れた。あ、けど、
焦げ匂いする、やっと。貝がプリズンブレイク始めてる。貝。あ。諦めるか。なんかね。ちょっと諦めようかな。そうですね。もう長時間これやってますけどね。ちょっとなかなか。ちょっと厳しい。ということで、もう生で行くしかないな。生で行きますか。貝はちょっと危ないから。貝は危ないから火通さないと。もうこれは餌でしか使えない。餌で使おう。うん。はい、下処理ですね。多分これナイフよりも指でやった方が早いんですよ。1回で取れる。で、内臓は親指で爪でピッ。で、エラも取るか。いただきます。あ、美味しい。美味しい。うん、肉目いただきます。いただきます。ハローキャー。うん、甘いね。うんうん。おっ、濃厚っすねこれ。頭は、頭固いから、うん、見て、おすすめ。まず、うん、上指でこれ取るじゃん。この頭ごと、うんうんうん、頭とエラ、中身一緒に取れるのか。そうそう、したら中身きれいに、ほらほら、内臓取れた。で、これ食べれる。そうそう。なんか餌とかになんか使えそう。顔ごと食っちゃった俺。すごめん。まあ顔も食えるけど餌として使えるから。硬くなかった？硬かった。焼いたら美味しいだろうな。もっと美味しかったな。小さいからバリバリせんべいにして食いたかったな。よっしゃ。あ、甘いね。うんうん。一口だな本当に。うん。なんか。うん、おやついかって感じだな。おやついかだったね、うん、まだ足りないね。足りないね、全然。水もやばくなってきたな、うん、なんか雨降りそうな雰囲気してね、うん、雨降って雨水集めたいな。ゲットできるかもしれない。一応、どんぐらいですか今水は。こんだけしかない。終わった、やべ。一応これ冬じゃなかったら一瞬してなくなったはずな。普通になくなる。ということで、じゃあ水確保もちょっと視野に入れようね。視野に入れて、動こっかな。うんうん。何から優先にするか、水から。水はやばいよな、なくなったらな。水なくなってるよ。水と食料が一番。おお、おお、食った食った。確実に昨日より増してますね。うわ、くさー。結構入ってないこれ。なんかいつもと違ってめっちゃ真剣だけど。